女には振られてもいいけれど、男の付き合いは大事だよと。女のくせに俺に教えた思い出の銭、生きていたなら今頃は裏町酒場の太ったおかみがお似合いだろう。銭銭、なぜ死んだ。本当の名前も俺は知らない。女には甘えてもいいけれど、男は一人きり生きるのよと。ぬくもる肌で俺に語った思い出の銭、別れようと言い出した年下男に小遣い起こして涙をためた。おー銭銭、なぜ死んだ。あんたのすべてが今もちらつく。